Welcome back to Shokunin Mode. I'm here in Taito Ward, Taito City, in Tokyo, with Nagao-san. He makes Edo Mokuhanga, or as you may know, woodblock prints from the Edo period. Let's get into his story. Interview させていただいてありがとうございます、Nagao-san. ありがとうございます。お願いします。一番最初にいつも言ってるんですけど、まだ尊敬語や日本語はマスターしてないなので、失礼なこと言いましたら申し訳ないです。そんなことないです、もうお上手です。いや、すいません、申し訳ないです。はい、あの最初の質問なんですけど、はい、長尾さんは江戸木版画の世界にどんなきっかけで入りましたか？うちは大体代々この仕事をしてまして、子供の頃からあの仕事を、親父の仕事なんか見てたんで、自然にこう入ってきましたね。なるほど。で、何年としては、あの職人として何年間ぐらい続いてますか？高校で18歳からやったか、ちょうど今年で40年。40年間、はい、おめでとうございます。で、何代目になるんですか、40年間って言って。だからおじいちゃんがこの仕事始めて、父親で、僕で3代目。3代目ということですね。40年間で、すごいですね。で、台東区では江戸木版画があの作り出したんですか？そうですね、割にここでみんな固まってたみたいね、はい、僕のちっちゃい頃でも彫り師するし、あの板作る版木屋さんなんかも全部近所にいましたからね。すごいですね、はい、たくさんあったということですね。そうですね。あ、で今はどういう風になってるんですか？どんな感じになってるんですか？今うち一軒ですね、この浅草の台東区ではうち一軒になっちゃったんですね。わーお、そう、大変なことになってますね。そうですね。で、その伝統を絶やせないため、どのような活動をしてますか？特に、そういった数っていうのもないですけど、台東区やなんかのこの、あの体験の仕事なんか来ると、そういうのには出るようにはしてます、ね。あ、そうですか、はい、お、体験といって、例えば僕が体験参加します、はい、何ができますか？一応すりの、これがはがきぐらいの3色ぐらいのものをすってもらうのを一応体験してもらうようになってます。で、今まで参加した人が、あのどんな反応をするんですか？そのハガキを作ったら、あー楽しい、素晴らしい、何のような反応しますか？喜んでいる、喜びますね、子供が多いんですね、ちっちゃい子が。なるほど、小学生、はい、わお。で、こういうものが作れるっていう。そうですね。あ、好きなデザインとか。一応3種類ぐらいのこう絵は決まってるんです。そこから選んでもらって、江戸の絵、はい、はい、あ、なるほど、はい。じゃあ40年間長尾さんが続いてるということを聞いて、ちょっと気になりますね。職人の考え方や生き方で、何か外国人でも一般人でも真似できるような習慣や生活スタイルがあれば、具体的に教えていただけますか？ただもう本当にいただいた仕事を一生懸命やるだけですね、はい、何も本当に考えてないです。それ1日何時間ぐらい仕事しますか？そうです、なんか昼間はなんかいろんなことごちゃごちゃあるんで、なんか夜中にやるようになっちゃって、夜中、夜中2時3時ぐらいまで、なんか夜中なんか集中できるようになる。あ、なるほど。それなぜ集中ができるんですか？その時間、それか外に何も動いてないからこそ。そうですね、何もこう周りからあのこと言われる。なるほど。昼間だとなんだかんだ用があるんです、ね、電話とかお客さんが入ったりとかする、はいはい、なるほど。ということは、例えばあの欧米人、これ見ている欧米人が自分の仕事を集中したかったら、静かな時間でした方がいいということですね。そうです、もうその個人個人によるでしょう。
僕はいや深夜の方が集中できるっていう、シ、はい、ーンって感じですか、もう沈黙の状態で、はい、してるんですか、はい、その時にはこう夜中の1時、2時、3時ぐらいやりながら、作業やりながら頭の中では何が流れてますか。もう普通の何のもない、普通の明日何しようと、朝ごはんだ、朝ごはんだ何食べようとか、そんなことだ、そう、あ、すごいですね、意外ですね、はい、ということは結構慣れてるということですね、あの無意識にこうできるっていう、そう、初めのやり始めの50枚ぐらいはあのちゃんと検討とか色とか合わせたりするんですけど、200枚ぐらいするから、うん、それが大体合っちゃうと、あともういろんなこと考えながら、なるほど、同じことやってる、動きが同じなので、はい、いや、先ほどちょっとこうあの聞いた時にその在庫が切れてるということを聞きまして、はい、それ大体例えば1ヶ月間の分で何枚ぐらい作るんですか。今ちょっと洗車札の方を注文が多くて、なかなかこの浮世絵をだんだん少なくなってきちゃったんですけど、捨てる時間がなくて、洗車札の回がありまして、その注文がちょっと多くて、あ、でその在庫が全部切れたっていう、今切れちゃってるっていうことで、なるほど、いやすごく勉強になりました。インタビューさせていただいてありがとうございます。とんでもお役に立った。Thank you. Thank you for watching another episode of Shokunin Mode. If you want to order a custom ukiyo-e or woodblock print, simply let me know. I will print it up and bring it to Nagao-san. We will talk about the colors, the type of paper to use to print up your design.All you have to do is send it to me via mail. You can draw it or print out something, but it has to be quite simple. It can't be something very complicated.江戸木版画の刷りの工程について説明します。まず最初にちょっと薄めの墨でこの輪郭線を刷って、あと板を変えて薄色から順番に刷っていきます。これで黄色が入って、その次に薄いピンクを刷って、次にこのカラー薄い緑、この藍、この朱色ですね、それとこの紫、この濃いめの緑と、あと濃い墨を吸って、最後にバックにキラっていうあの光るのを巻いてます。でこれからこの着物の藍の部分をする作業をしたいと思います。まず糊を入れますね。絵の具が平らにつくんですね。糊を入れないとこうまだらになってしまうので、糊を入れます。に絵の具をつけてハケでこすります。
で、検討って言ってここ溝が掘ってあるんですね。そこに紙を合わせていきます。で、バレンを使ってこすります。これで着物の藍が入るわけですね。これを色の数だけ繰り返すわけですね。まあこの状態ですから。で、藍が入る、着物の藍が入ります。この部分を検討って言うんですね。だこれがずれること検討違いとか、そういうのみんなこっから来てるみたいですね。はい、紙はだいたい浮世絵は越前方紙を使いますね。越前の紙っていうのは丈夫で薄いんですね、やはり。そしてこのゴミが入ってないんですね、平らで。なるほど。版画でこすると砂利なんか入ってると破れちゃうんですね。全然もうやり方が江戸時代とやり方全然変わってないですね。ずっと同じですね。なるほど。だから版画のいいとこはこの立体的になってるんですね、これ。はい、版画が押し付けますから、うん、この白いとこがこう浮き上がってるんですね。だから平らじゃないんですね。はい、そういうとこがいいんじゃないですかね。もう本当に素晴らしい絵だと思う。そうですね、絵描きさんがいないんですね、浮世絵を描ける人が。ええ、時代流れというか、そのもう職人がいないということ。そうですね。だから残念なことで描くとものすごい高いものになっちゃうんですね。はい、作家さんなんかでやると何十万っていうことになっちゃうんですね。はい、この当時はお蕎麦一杯で同じぐらいだったから、今で言うと300円か400円ぐらいで売ってたもんなんで。ああ、昔ね。ええ、だそうやって安くこう作れる絵描きさんやなんかが今いないですね。なるほど。版の彫り方の工程について説明します。はい、お願いします。板に版下を裏返しに貼って、そしてその線の両側をこの小刀で全部切り回して、そしてこう広い部分はこういう大きいのみで、たたきのみで全部叩いてさらって、それで取り切れなかった部分をこういう平戸で全部残りを取って仕上げていきます。
あ、いらっしゃいませ。こういうのは大正時代の竹下夢二さんの美人画の復刻版ですね。こちらが有名な北斎の波、大波ですね。でこっちがその富国三十六景のシリーズの外風改正で、この2枚は世界的にも有名なんですね。でこちらがあの五十三次で有名な広重の小のですね、五十三次の小で、上があの花鳥画になってますね。でこっちがあの明治にまで生きていた、あの今とても人気がある川鍋暁斎の白鷺になります。これはとてもあの雨の線がなかなか難しいです、仕事的には。こちらあの円谷さんとのコラボで、あのウルトラマンの50周年で記念で作ったものですので、こう例えばこういうのもご自分の描いた絵を持ってきていただければ、あのうちで相談によって版画作ることができますので、もしよろしかったらお持ちください。例えばこういうのだと、子供が作ったあの描いた猫の絵をはがきにしてみました。こういうこともできますので、よろしかったらお使いください。 Thanks again for watching. See you on the next episode of Shokunin Mode. じゃあ長野さん、はい、よいしょ、じゃあ一回 Goodbye. ありがとうございます。 Goodbye. Goodbye. Goodbye.